毎日新報、毎日新報は日本統治時代の朝鮮において発行された朝鮮総督府の機関誌。略称は、毎新、毎猿。1945年8月14日の紙面前進は1904年に創刊された大韓毎日新報である。1910年に日韓併合条約が締結された直後に、形状日報が、 大韓毎日新報の経営を引き継ぎ、毎日新報として改変した後、京城日報の姉妹誌として発行が開始された。反日志向の強かった大韓毎日新報とは異なり、日本人が社長を引き受けた毎日新報は、総督府による統治に協調的な論調を張った。京城日報との統合、分離を経て、1937年に大号を、 毎日新報に変更したのを機に株式会社化された。この時も株式の過半数を朝鮮総督府が保有していた。1920年に朝鮮日報と東亜日報が創刊されるまではハングルによる唯一の新聞だった。太平洋戦争開戦の前年である1940年に戦時体制の確立に伴い、 総督府の移行から前日の西が廃刊となってからは、再びハングルで書かれた唯一の新聞となった。1945年の日本の敗戦に伴う総督府の解体により、左翼系列の社員たちが自治委員会を構成して運営する中、アメリカ軍勢との衝突を繰り返したことから、同年11月10日に一時停刊命令が下された。その後、 11月23日に現在のソウル新聞として復刊した。ありがとうございます。